さんどうもこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はスイーツデコでこのようなくるみパーツを作っていきたいと思います。使った粘土はコスモスとグレイスを1対1の割合で混ぜて、その中にアクリルガスのイエローウォーカーを入れて混ぜた粘土になります。その粘土がこちらになります。コスモスとグレイスを1対1の割合で混ぜるととても使いやすいので、私はブレンドして使っています。その中に、くるみなのでイエローウォーカーなんですけれども、その色でこのような色を作ります。それで本当のくるみはもっと香ばしい感じの色なので、乾いたら焼き色をつけます。で、同じ型にするために、くるみはさすがに自分で作るのはすごく大変なので、すいません、このような本物の、くるみをかたどったものを使います。こちらは、粘土タイプのシリコンかたどり剤というものが2000円ぐらいで売っていて、それを少し使って作った型になります。ブルーミックスと同じような役割を果たせます。では早速作っていきます。まずはこちらの粘土ですね。これは乾燥したら困るので、セレ袋やラップなどで包んでここに置いたりしていてください。私は今回こっちに置いておきます。そうすることができたら、ちょっと粘土を用意して、くるみの型の中に入れていきます。こんな感じですね。そうすることができたら、くるみの型に入れていきます。ちょっと粘土が多いなと思ったら、ちょっと取り出しますね。はい、取り出して、中で形を整えていきます。こんな感じで、計量スプーンとかでやってもいいんですけれども、私はこの型に直接入れて量を測っています。はい、こんな感じで、カメラが本当に揺れてすいません。ちょっとね、作業動画が慣れていなくて、しかもね、ちょっとイエローウォーカーの絵の具がついてるんですけれども、すみません。それでこんな感じで粘土を入れることができたら、こう横を押して、縦を押して、形を整えて、この間にちょっと隙間を作ります。その方が取り出しやすいので、そんな感じで作っていきます。そうすることができたら、粘土をこうつけて、こんな感じでくるみパーツの完成になります。これは1日から2日間乾燥させるとカチコチになるので、それでパーツを作っていきます。その後に、焼き色をつけて完成になります。ではもうちょっと作っていきます。今回はそこまでたくさん作るという予定ではないので、そんなにもずっと作る動画ではないんですけれども、もう少し作って動画は終わりにしたいと思います。作業動画というものがね、あまり慣れていないので、すごくカメラが揺れてしまったりだったりとか、すごく見づらい動画になってしまったかもしれないんですけれども、もうちょっとカメラの位置とかを考えて、これから作業動画に慣れていくように頑張りますので、よろしくお願いします。カメラ越しだとすごくね、粘土がなんかやりにくくて、すごい難しいので、いつもスクイーズの動画とかも撮れないんですけれども、作業動画とかやってくださいっていうのにいつもお断りしているんですけれども、まあどんどん頑張ってやっていけたらなと思っていますので、よろしくお願いします。くるみパーツは、まあどんなのにも使えるんですけれども、私はデニッシュとかスクイーズ作るときにも使うし、まあいろいろ使いますね。今回はちょっとこの辺で終わりにさせていただきます。こんな感じでちょっと見にくいんですけれども、こんな感じでたくさん作りました。なので、こちらのくるみを乾燥させて焼き色をつけて完成になります。焼き色をつける動画を撮るかどうかちょっとよくわからないんですけれども、まあ皆さんもぜひくるみを作ってみてください。というわけで、今回はスイーツデコでくるみを作ってみました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。